本日のテーマは「週刊ダイヤモンド」に掲載されたブラック企業ランキング第10位みずほ銀行ということでお送りしたいと思います。2022年にネガティブ投稿が多かった企業一覧「働き方ブラック企業ランキング6位から10位でです、ね」で10位にみずほ銀行が入りました。10位はみずほ銀行で投稿数は28件だった。定時代謝が認められず 毎日残業しなくてはならない未だに不夜上な部署もあるといった堂々に時間に関する不満のほか厳しいマーケット環境やパワハーで有名な上司がいる視点に配属された人の中には精神を病む人もいる上司のほとんどは大手病で事なかれ上司もしくはパワハラ系上司のどちらかと <laughs> 職場環境に関する。 厳しい投稿もあったまたた度重なるシステム障害に関する投稿では大,規模か大企業カルチャーで風通しが悪い変革への兆しは見られるものの頻繁に変わる本部政策とそれに伴う頻繁な業務の発生などに抵抗を感じるといった不満もあった。えー、感想としましまては みずほのコメントの中でですね注目点は大手病で異なれなかれ上司もしくはパワハラ上司のどちらかということなんですが私自身も大企業ブラックと言われているまあ,あのよく動画流しますけども、まあ、いいです会社にも勤めたが愛情精神を持っている上司ぐらいは1人ぐらいいましたよシステム問題についてはカルチャーと見る向きもあるがあり 問題が根深いことを表している。この問題のじこの会社の問題点に深く切り込んだのがですね日経ビジネス2022年6月24日水防はなぜ企業体質を変えられなかったのかでの記事ではございます。では早速紹介したいと思います。金融当局が指摘した水防の闇は行政検査で少しずつ壁かびあがりつつあった。 なぜ穂ばかか。りがシステム障害を起こすのかより正確に言えばシステム障害が起きても短時間で就職できれば問題は大きくならないみずほの最大の問題は軽度なトラブルの原因を根本から解析せず放置したまま大きなトラブルを起こすことになる,あるその理由の一つは隠蔽大使という言える 不祥,事に不祥事を極めて賠償化して扱う思考回路だ。みずほは21年2月28日の大規模 ATM 障害の前にも実は18年に同じようなトラブルを起こしていた。ATM 問題 ATM システムに障害が発生してキャッシュカード 通帳が1800件も取り込まれるトラブルであった顧客からも大量のクレーム,クレームがあったがその日は平日だったために営業店の行員がうまく対応して社会的には表面化しなかった当時のシステム担当者も経営陣も ATM の回収といった必要な措置を問わず対外公表を見送って金融当局にも 顧客とのタブルの詳細を報告しなかった。二十一年二月に起きたシステム障害は内容が全く同じだ。新しい感情システムにデータなどを移行する際に ATM に不都合がし発生し、銀行預金や銀行通帳やキャッシュカードを ATM が飲み込んで閉じてしまう。 18年に ATM 障害が発生したときにカードや通知を取り,取り込まないよう設計を見直しておけば21年2月のような何千人もの顧客が影響する大規模トラブルは再び発生しなかったことになる問題を賠償化する思考回路は極めて根深い ATM が停止した21年2月担当システム担当者はそのトラブルの影響度を A2 と判断している。 どの銀行もシステム障害をランク付けして対象策の判断材料にしてるが、A2 は S、A1 に次ぐ3番目、業界に警備かつ限定的な影響を及ぼす障害という程度の扱いであった。A2 の場合、銀行トップはには連絡が入らない手順になっている。そのため、水穂銀行、藤原東取は当時は、 事故のシステム障害をネットニュースで知ることになる持ち株会社社長でグループ CEO 当時の坂井氏も障害発生から6時間後にメールで知ることとなり当時の非疎通非常時の一疎通の悪さに社会的な非難をあ呼ぶことになる当初から ATM 障害は A2 でなく適,適切に見積もっておけば手続き上も早めに 社内に通知できてカー,ドもカードや通知を奪われた客が店内に数時間も埋め尽くすという事態はもう少し抑えられた可能性が高い自発的に問題解決できないフードみずほは社内でシステム障害の原因を究明するため3月に法律の専門家による第三者委員会を立ち上げていた。 委員は酒井氏ら116人にヒアリング調査をかけ6月15日に公表した報告書で自ら持ち場を超えた積極的自発的な行動によって問題を良くし解決するという姿勢が弱いとみずほ全体を手厳しく示断した報告書は組織持ち場を超えて意見を述べ 積極的に連携するなどの行動が高く評価されず間違いがあれば大きく評価を下げるような企業風土とも記述しその指摘はもはやシステム障害という局所の問題ではなかったビジネス界では組織の心理安全性が一つのキーワードになっているが結果的なこの報告書はその重要さを解く教科書のようにもなっていた 企業風土という問題は極めて難しいシステムに問題があれば修復すればいいしトップに問題があれば人事で変えればいいただ企業風土はどっか一箇所に責任所在があるわけでもなく長年の積み重ねでやし養われるものだ解決策を見出そうとするのは簡単でなく <laughs> 本質論に立ち入ろうとすれば同質性といった日本人の国民性まで踏み込む必要がある 水穂が2月に起こした ATM 障害はシステム担当者がトラブルを小評価し過小評価して営業部門は店内に駆けつけず経営トップにも報告が上がらないという組織全体の問題である誰もが傍観者のようになってしまう事なかれ主義はどこから来たのか金融庁も行政調査で企業風土の問題に踏み込み始めていたがそのためにかえって即効性のある解決策は磨きにくくなっていた。 とというこでで感想ですね普通こういう動画を作るとき途中で感想などを挟みながら続けるのは普通でありますがこの記事は読めば読むほど切れ目がなくみずほ問題の深刻さを露呈した形でございます。結局本質論に立ち入ろうとすれば同調性といった日本,日本人の国民性まで踏み込む必要が出てくるとまで言っております。 1、まあ、一企業の問題でですね日本国民の同調性これを言ったらおしまいよっていう感じでしょうまあもう話にならないっていうレベルでしょうこの筆者も日経ビジネスもさらに取材対象となった金融庁も財務省も実質さじを投げてるとしか思えなかったそもそも銀,金融再銀行再編そのものが間違いだったのか三菱三井はそれなりに良かったとして 水穂については合併すべきではなかったのではないか旧富士第一か旧第一関係の奥公産さん体質ではプライドだけ高くてまとまらないことは結果論ではあるが分かりきっていたのではないかしかし元に戻すには時間が経ちすぎたもう銀行不要のネット IT 時代に入った今元に戻れ,戻れないのは分かりきったことここに関わった役所を含めた関係者たちはもう 制御できない怪物となりつつあるのではないかとか私は感じます。ということでご清聴ありがとうございました。終わります。